原智樹です。1月11日東京オペラシティコンサートホールにてサックスの上野浩平さんとアフタヌーンコンサートにて出演いたします。今回はバッハ、ショパン、ドビュッシーの作品だけでなく、私が上野さんのために、そして今回の演奏会のために新たに作曲した新作の曲も初演いたします。ぜひご来場いただけたら嬉しいです。